今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日年長の梅組さんのお部屋では身体測定の方を行っていきました。子供たち一人一人に身長と体重を測りながら大きくなったねって声をかけていったんですけど、ある女の子がこう私確認するんですね。膝足がちゃんとついてる、膝がちゃんとついてるとか、こうまっすぐになってるとか、頭がピシッとなってるなと思ってキュッてメモリを下げてから1,2,3ってこう数えるんですね、メモリを細かいところ。そうするとその女の子のがヒュッて上がるんですよ。あれと思ってちょっと待ってねって言ってこうまヒュッてやって、あなんか痛かったのかなと思ってまた優しくシュッてやって1,2シュッて上がってちょっと待ってね、こうシュッてやると大きくなっちゃうから大丈夫、もう大きくなってるからねって言ったら、あそっかって言ってこうやってやったらピシッと測ることができたんですね。でも一人一人大きくなっていて、そういうなんかこうちょっとでもこう大きくなりたいっていう姿を見ることができて、あやっぱりこうみんなこうどん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 大きくなりたいんだなっていう風に感じて、私もなんだかちょっと嬉しくなりました。そしてもう何回目かになるんですけど、お部屋の方で卒園式の練習の方を行っています。子どもたちも最初の頃はもうドキドキしていて、こうかなこうかなってちょっと自信がなさそうだったんですけど、だんだん回数を重ねるごとにもう自信もついてきて、なんかこうたくましくこう立ってピシッとしてる姿を見ると、もうなんかあもうちょっとで卒園かと思ってちょっと悲しい気持ちもありながら、なんかあ大きくなったなってすごく嬉しくなった一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。